生物環境兵器アスタロス。人体に害はなく、植物に寄生して宿主の成長を促進させるウイルスのような働きを持つ。本来アスタロスは兵器などではなかった。スペースコロニーでの農業生産性を向上させる研究から偶然生まれた植物寄生体である。遺伝子操作により過酷な環境でも発育できる能力を持ったその植物寄生体は、コロニーでの農業生産性向上に寄与するだけでなく、荒廃した地球の砂漠化防止にも役立つはずだった。だがどんな発明にも二面性はある。砂漠でも発育できるその性質は、同時に地球上の森林地帯をアスタロスで埋め尽くすことも意味していた。そして地球上の森林が破壊されれば、宿主を失ったアスタロスもまた生きていくことは不可能だ。すなわちアスタロスが地球上にばらまかれれば、地球の森林地帯は完全に破壊された上に、最後には死滅したアスタロスだけが残るのだった。キャリフォルニアベースのジオン軍科学者たちは、このアスタロスの恐るべき性質を知り、基地の陥落前にサンプルを資料をもろとも焼却しようとした。危険性が排除されるまで研究は凍結されるはずだった。だが彼らの判断は遅すぎた。キャリフォルニアベースにキシリアザビ直属の特殊部隊であるマッチモニードが展開していた理由の一つは、ザビ家の目としてジオン軍を監視することにあった。彼らの諜報の中心はもちろん連邦軍にあったものの、彼らの目や耳はジオン軍内部にも向けられていたのだ。そんな彼らがアスタロスの存在を知るのは造作もないことだろう。全ての秘密を守るため、マッチモニードはキャリフォルニアベースを脱出する際、科学者たちを皆殺しにし、必要なデータとサンプルを確保した。全てはザビ家のためである。すでに人類はこの戦争で億単位の人口を失っている。戦争の結末が見え始めた今、地球にこれ以上の戦死者を出す余裕はない。だがこれほどの最悪をもたらしながらも、なお戦争に勝つためだけに生態系を破壊しようと考える人間がいる。マッチモニード。ジオンの敗北という現実を直視する勇気がないばかりに、彼らはアスタロスを運んでいるのだ。ごくわずかな愚かな人間たちによってこの世界が破滅の淵にいるとしたら、それに勝る悲劇はない。それは地球連邦軍の敗北どころか、地球そのものが人類の生存不可能な星へとなりかねない危機なのだ。トリントン基地。We'll be right back.
効果的なのはこれだ。遅いな。噂のドムか。you
こだ。バカだ、やられただと。遅いな。それじゃお姉さんが相手をしてあげる。やつは化け物か。Thank you.
思っているのか。戦いはまだこれからだ。騎士の誇りにかけて貴様には負けん。いざ勝負。バカな。
かくして我が軍は目標を達成した。私はここにおいてジオン公国オーストラリア駐屯軍の全ての部隊に命じる。最終命令、月の階段を発動する。全部隊は現在進行中の全ての作戦を中止し、月の階段を最優先で実行せよ。作戦が成功し、一人の決意もなく諸君らと再会できることを、私は司令官として切に望んでいる。